クラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画はポーチの中身紹介です。イエーイ。じゃあまずキミカから私のポーチはこんな感じになってます。100均の100円じゃないコーナーにありました。めっちゃピンク可愛い。そう、ポーチの中にポーチが入っていて、これは雑誌の付録です。中身はTGC でもらったんですけど、吹きかけるタイプのローションです。この2つも TGC でもらった。めっちゃ可愛い。ハンドクリームなんですけど、袋が可愛いので袋ごと持っています。これはもらったものなんですけど、ジルスチュアートのハンドクリームです。これがエチケットブラシ、ゴミっていうの、毛玉、うん、毛玉毛玉ピッピッてやって取るやつです。これは元イメージモデルのカノンちゃんとコラボしたティントグロスです。これはハサミです、うん、でこれも TGC でもらった、あ、これ持ってる、手鏡です。これも100均で買った入れ物なんですけど、中身がピン止めとか入れています。金ピンはこっちに入っています。で、このリップなんですけど、体温でとろけるっていうやつで、すごい、そう、めっちゃいい、とろとろ、すごい。で、これももらったジルスチュアートのリップクリーム、これとこれは一緒で、かわいい、雑誌の付録です。このハンドクリームがすっごいちっちゃいんですけど、いちごミルクの香りする、めっちゃいい匂い、本当にいちごミルクの匂いする、いい匂いなので使ってます。めっちゃいい匂い。で、これが DHC のリップクリームです。これはセットで同じやつで、赤とピンクの2種類あります。メンソレタムカラーリップです。クリアマスカラとビューラー、クリアマスカラ持ってる、ほんと一緒。普段あんまりメイクはしないので、この2つぐらいですかね。で、これはミニオンのリップなんですけど、バナナのすごいいい匂いする、すごいバナナの匂いする。これがいとこのお姉ちゃんがつけていて、同じのを買ってお母さんと一緒に使っています。なんかお泊まりの時だけで、こういうジルスチュアートのクリスマス限定で売っていたポーチを持ってきているんですけど、中身は日焼け止めとか爪やすりとか、こういう入れ物に薬入れてたりとか、ラッシュのリップスクラブ、なんかめっちゃいい匂いする、かき氷っぽい匂いで、1個1000円ぐらいで売っています。私のポーチの中身はこんな感じです。じゃあ次はアリア。はい、私のポーチはこんな感じですとピンクラテのポーチです。私は猫が大好きなので一目惚れで買いました。で、ここについてるキーチェーンは、今学校で流行ってるベアコレクションっていうクマのキーチェーンです。かわいい。じゃあ中身紹介します。まず毛穴とかを隠すコンシーラーです。キャンメイクです。これはムシャのクッションファンデです。そしてこれがいつも使ってるアイシャドウなんですけど、ピンクばっかり使っててお気に入りなので、そこを目に使ってます。そしてこれがキャンメイクのパウダーチークと、これがキャンメイクのクリームチークです。で、これがキミカと同じのクリアマスカラです。で、これがデジャブのマスカラです。で、これが D アップのアイライナーです。私はアイライナーの描き方にはこだわってて、切れ長にしています。リップはこの3個です。キャンメイクと猫のリップとマジョリカマジョルカのリップです。私がいつも使ってるドラミちゃんの鏡です。で、これがアリエルのくしです。ここのパールがめっちゃ可愛くて買いました。で、これがネイル落としです。私のポーチの中身は以上です。じゃあひめかと私のおすすめのものを一つ紹介します、はい、じゃあひめかから。これだ、ジルスチュアートのこのティントグラスなんですけど、結構長持ちするんですけど、そうなんです、そうです、顔の明るさもアップするし、めっちゃいい感じです。見た目も可愛いですね。ありがとうじゃあ私のおすすめのやつはこれです。キャンメイクのアイシャドウです。もう、ね、さっきも言ったんですけど、ピンクを使って底面しちゃって、で、真ん中のキラキラのやつは涙袋にちょっとだけ塗って、目を大きくたまに見せてます。キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの12番です。これで今日のポーチの紹介を終わります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバーイ。